穴観音古墳、一穴観音古墳は、大分県日田市内高野にある古墳である。九百三十三年二月二十八日に、国の史跡に指定された。日田盆地を流れる三熊川砂岩の大地に位置する、六世紀末から七世紀、初頭の築造と推定される、草食古墳である。この地域には、旧石器時代から古墳時代にかけての遺跡が集積しており、全体としては、 長者が払い石の名でも知られている。本古墳は北側約700メートルにあるガランド屋古墳や近隣の法恩寺山古墳群とともに筑後川流域の装飾古墳文化圏に属するものと考えられている。穴館の古墳は直径10メートル、高さ約2メートルの墳球を持つ円墳である。石室は複質構造の横穴式石室で南に開口している。 現存する石室は、沿道部を失っており、全長7.2メートル。皇室は、奥行き3メートル、幅2.3メートル、全室は奥行き2.6メートル、幅2メートルである。装飾は、皇室の奥壁と、右側壁、全室の左右側壁に、赤と緑の2色を用いて描かれている。このうち、皇室の奥壁には、同心縁門や、 連続三角分の幾何学的文様が、右側壁には、円門や鳥が描かれ、前室の左右側壁には、同心円門、船、両手足を広げた人物が描かれている。前室の同心円門や船は、輪郭線の内部がくぼめられているが、このような手法はこの地域では、一般的でなく、彫刻文様が多い日後地方の古墳の影響である、可能性がある。 ありがとうございます。